すごいですね、これね。本当皆さんのびっくりしますよ、これ。こってりした深みがあって、なかなか上等な札幌木でございます。はい、皆さんね、新しいシリーズがまた増えます。じゃん。北海道食のダイヤモンドロマン。ね。これはですね、私がですね、北海道ね、ダイヤモンドに見立てて、そこに位置する農村漁村の、スペシャリティを皆さんにね、発表しようということで、北海道庁、北海道市長がね、もう肝入りで、もう雑誌これ、ね、すごいですよ、皆さんもう雑誌、あ、ね、パート、石狩とかね、網走とかね、帯広とかね、ほら、このね、見てください。ご依頼し、ね、ちょうどね、出てますけども、この、特産のシリーズを始めます。北海道食のダイヤモンドロマンでございます。はい、今日はですね、はい、皆さん見てください。ね、わかりますね、何か。今日はこれを使います。これはですね、札幌伝統野菜で、明治の時代から札幌でね、北海道はその農業のね、メッカと言われています。ところが、いろんな病気に、強くて、育てやすい、新木がね、まあ、当然ね、東京野菜もそうですけど、みんな、育てやすい、簡単なものを作りたがるんですけども、そういうことで北海道も伝統野菜が激変しました。ところが、札幌農家さんたちが立ち上がって札幌伝統野菜を作ろうということで、こう今これからいろいろ発表いたします。これはですね、札幌木という玉ねぎでございまして、肉が柔らかくてね、火を入れると甘みが増して、糖度が、たくさん高く出て、煮込んでとても美味しくなるんですよ。これはたくさん収穫できないので、北海道では幻の玉ねぎと言われております。食の世界遺産にも認定されるほどすごいですね。通販にも出回らない。札幌に来た時はぜひ皆さん探して、この札幌キーを召し上がってください。キーです。それでは材料です。札幌キーが2個です。そして厚切りベーコン、ね、プリマハムでございます。厚切りベーコン、そして塩コショウ、お水、バター、これだけでございます。はい、それでは玉ねぎの皮を剥いて、はい、これはもうザクザクっと、はい、それでは火を入れましょう。まず玉ねぎを炒めます。中火で分量のバターを入れます。バターを入れたらすかさず、札幌キーね、この幻の玉ねぎと言われてるね、これ弱火でね、酢へ色をつけないでバターで炒めます。で、軽く塩、白い胡椒、これね、塩を入れるとですね、玉ねぎから、早めに水分が出てまいりますので、早く炒められます。中火です。ね、結構普通の玉ねぎと違って存在感があるっていうの、身が分厚いですね。結構ふっくらとしております。
なかなかあの市場に出てこないみたいなので、皆さんの札幌に行ったときは、ぜひお店行って、札幌キーなんて言ったらね、結構、食通っぽく思われますよ。はい、水分がね、はい、出てまいりました。ここはあの色をつけないように炒めます。そうしましたら、ベーコンを入れて、ベーコンはね、このまま後で一回取り除きますので、一緒によく炒めてあげます。玉ねぎはね、ここであの苦みが取れて、甘みが出てまいりますので、ここはじっくりと中火で。はい、炒まりましたら、分量のお水を入れて、でこれわーっと音が大事です。そして強火で必ず一回沸騰させます。はい、沸騰してきました。まず味見をします。もうちょっとお塩を3回でね、1回目。はい、沸騰してきましたので中火の弱火にします。あのよくね、質問で三國さんの3回塩してませんよっていう質問あるんですが、まあこれね、1回で2回ぐらいで決まればもう3回目必要ないですから、そういうことでございます。それでは、蓋をしてこれで10分、コトコトと煮込みます。はい、皆さん10分経ちました。ああ、いい感じですね。見てください、このふっくらしたこの玉ねぎね。でこれをですね、ベーコンだけ取って、あとはミキサーにかけて、ベーコンは小さく刻んで、ベーコンは、トッピングにします。はい、じゃあミキサーでこします。じゃあの余熱を取っていただいて、そしたらミキサーでピューレにします。はい、ミキサーで、あのすぐグインっていかないで爆発しますので、グイン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 グイ。はい、皆さん見てください。うぅ、ほらこの白さね、北海道のね、雪化粧のように真っ白です。ベーコンを小さくデリカットします。はい、見てくださいね、雪のように透き通ったこの玉ねぎの3回目の味見をします。うん、おあ、塩味バッチリです。ちょっと足りないぐらいの方が、最後全部飲んだ時にいい味になります。はい、それでは盛り付けます。すごいですね、これね。本当皆さんのびっくりしますよ、これ。ベーコンをトッピングします。はい、出来上がりです。雪のようにできましたけど、見てください。このベーコンね、このベーコンは、あの、ね、旨味が、相乗効果が出るんですよ。いただきます、もうね、言わなければ玉ねぎのポタージュなんて、なんかね、あのお芋とかね、なんかそういうこってりした深みがあって、なかなか上等なあの札幌キーでございます。ダブルグーです、ね、美味しいですよ。
今日合わせるワインはですね、ドメーヌ レゾンケルナケルナソビニオブランシャルドネ、なんと北海道富良野でございます、ね、北海道のポタージュに、うん、マスカットの香りが上品に合いますね。よくちょっとね、普通の、玉ねぎだとこういう夏のあのふくよかな感じにならないと思いますけど、もしなければまあ、あの普通の玉ねぎで、トライしてみてください。できればね、この札幌キー、あの北海道のお友達に言って見つけて、作ってみてください。普通の玉ねぎでも OK です。ぜひね、皆さんのこれからね、食卓の一品に入れてください。以上です。